皆さんこんにちは。僕はですね、今オーストラリアのケアンズに来ております。まあ、オーストラリアを代表するリゾート地でして、東京や大阪からジェットスターですね、オーストラリアの LCC が国際線で直行便を飛ばしている、そんなエリアでもあります。まあ、グレートバリアリーフだったりね、グランダ高原とか、まあ、いろいろあるわけでして、まあ、このケアンズで3日間滞在していたんですが、それも今日で終わり、今からですね、日本の方に帰っていきます。でちょうど約1年前かな、ジェットスターのビジネスクラス使いまして、このケアンズから大阪関西空港に帰ったんですけども、今回は東京に向かいます。で今回ね、東京に向かうんですけども、ジェットスターを選択したのではなくて、もう一つですね、2023年6月末に、まあ、新たに就航したバージンオーストラリア航空、こちらを使いまして今回東京羽田に向かいます。でジェットスターは LCC なんですけども、バージンオーストラリア航空に関しては LCC ではないんですけども、フルキャリアでもないんですよね。まあ、ちょっと中間的な、日本でいうところのスカイマーク、ソラシドエア、スターフライヤーのようなミドルコストキャリアに値するらしいんですけども、今回ねこのバージンオーストラリア航空というのはね、2023年6月末に就航して、今ね7月の23日なんですけどもね、本日まだ出来たてほやほやの路線ですね、を使いまして東京まで向かいます。でこの路線なんですけども、もともとはね、運航開始当初からですね、ボーイング737 MAX シリーズ、以前シンガポール航空で乗りましたけども、あの機材を使う予定だったんですけども、納入が遅れたということで、約1ヶ月間の間はですね、737のダッシュ700ですね、まあ、どちらにしても小型機なんですけども、そちらの機材で運航するという予定でした。でそれがね、7月末まで続くはずだったんですけども、急遽ですね、情報が更新されまして、昨日からですね、737MAX をねもう投入するってことになったんですよね。なので僕自身もですね、737-700で今回東京まで向かう予定だったんですけども、急遽変更となりまして、新しい機材ですね、 737MAX8、まあ、どちらにしても小型機ではあるんですけども、こちらの機材を使って今回は東京まで向かいます。でこの 737MAX なんですけども、ビジネスクラスとエコノミークラス2クラス制ですが、今回ビジネスクラス選択しました。ちょっといろいろありまして、ビジネスクラス買ってたんですけども、片道大体15万円ぐらいの路線で、8時間ぐらいのフライトなんで、まあ、料金としてはそんな高くないんじゃないかなと思います。ちなみにジェットスターのビジネスだったら9万円ぐらいです。で機材は787です。なので、まあ、今回乗るのが、ね、737小型機のビジネスクラスということで、まあシート的にはね、そこまで豪華なシートではないと思うんですけども、まあ、どんな感じなのか、就航ほやほやの路線ですね、737MAX8使いまして羽田に向かいます。ということで、ケアンズ空港の第1ターミナルです。第1ターミナルが国際線の出発なんですけども、ジェットスターと、あと今回利用するバージンオーストラリア航空で、ニュージーランド航空とシンガポール航空も実はですね、シンガポールから直行便出してるんですよね。それも 737MAX での運航です。でここにまあデパーチャー案内があるんですけども、本日のフライトはね、国際線、おそらく東京行きがジェットスターとバージンオーストラリアの2本で、大阪行きのジェットスターが1本、シンガポール航空のシンガポール行きが1本、まあ、それぐらいなんですよね。国際線の数かなり少なくて、そんなに多くない国際線なんだけども、大阪と東京、日本2都市に、ね、行くことができるということで、結構すごいですよね。なのでね、ケアンズ日本人めちゃくちゃ多かったです。はい、もうびっくりするぐらい日本人いるし、日本人スタッフの方もかなりいろんなところにいてね、結構日本語通じます。まあ、ハワイよりかは通じないですけどもね、なので、まあ、旅行しやすい国なんじゃないかなというふうに思いました。こちらにフライトスケジュールがありますけども、今回利用するのは上から4つ目ですかね、バージンオーストラリア航空77便、今 NH と表示してますが、実は ANA とコードシェアしているんですよね。はい、なので、まあ、ANA の特典航空券とかで発券することも確かできるはずです。東京羽田行き13時15分発、だいたい8時間ぐらいのフライト、東京には夜の8時に着きます。まあ、実際1時間ね、なんで、まあ、オーストラリアと日本って実はあんまないので、旅行しやすい国ではあるんですよね。 VA77 便に今回乗ります。まあ、小さい空港なんで非常に分かりやすいです。こちらバージンオーストラリア航空のチェックインカウンターですね。一応ビジネスクラス用のレーン、プライオリティチェックインというのも用意してくれてるんですけども、全然人並んでいないので、サクッとチェックインできそうです。まあ、今回ビジネスクラス使うんでね、ちょっと楽しみですね。8時間小型機ですからね、結構過酷だと思います、いくらビジネスだろうとね。というわけでサクッとチェックインしました。今回預け荷物もなかったということでね、このまま全て機内に持ち込みます。バージンオーストラリア航空ですね。はい、で残念ながらですね、ラウンジとかもこの空港ないということなんで、ボーディング開始がね12時半なんですけども、しばらく外で待機という感じになります。このエスカレーターで上に上がってオーストラリア出国ですかね。はい、ということで、中に友達待ってくれてるんで、友達は今回大阪に帰るんですけども、僕は東京に帰ります。一緒に旅行してたんですけどもね、現地集合現地解散という感じです。はい、ということでオーストラリア出国します。というわけでオーストラリア出国しました。保安検査抜けるとすぐにウォークするタイプの免税品ショップが並びます。もう空港内もね、日本語だらけです。東南アジアとかでも普通に日本語多いと思うよ。多分利用者の3割ぐらい、いや4割ぐらいかな、国際線の日本人なんじゃないでしょうかね。まあ、それぐらいやっぱ日本、東京と大阪2つの都市から直行便で来れるっていうのはでかいですよね。
で、しかもね、LCC なんで、結構気軽に行きやすいじゃないですか。エコノミーだと片道3万円切ったりするし、セールとかやってたりするともっと安くなりますしね。すごくケアンズって旅行しやすいところだなって思いました。免税品エリアを抜けると、まあ、こんな感じで待合スペースですね。エアラインラウンジとかっていうのも書いてたりするんだけども、まあ、でもそこは空いてないということでね、使うことはできません。なので奥にあるカフェとかで食べ物とかを買ったりして待つって感じかな。まあ、ビジネスクラス乗るからといって特にバウチャーもらえたりとかそういったことっていうのもありません。まあ、ここでしばらく待機です。友達はね、関空行きが先に出るんで、まあ、それを見送るといったような感じになるかな。目の前のお土産屋さんは開いてますけども、左の方とか見てみるとね、開いてない店がありますね。まあ、普通にも旅行需要というのは戻ってるんだけども、単純に人手不足が影響してるんじゃないかなと思います。結構寂しい感じはありますね。で、今この待合所で待機してる人ほとんどが日本人って感じ。もう東京か大阪に行く人しか今いないと思うので、海外にいるんだけどもちょっと違和感すごいですよね。今回利用する飛行機がこちらですね、ボーイング737MAX シリーズの8になります。今バージンオーストラリア航空おそらく1機しか持ってなくて、もっぱらこのケアンズと東京羽田の間をね、ずっと往復してるといったような感じです。ダッシュ700よりかは席数も多いですよね。エコノミーとビジネスの2クラスで、エコノミークラスのなんか前方はエコノミー X みたいな感じで、若干足元広めのシートらしいです。 LCC ではないけど、エコノミーは機内食とかドリンクすべて有料、ビジネスクラスはすべて無料になってます。ここに泊まっているのボーイング787のダッシュ8なんですけども、これ東京成田空港行きになります。2時間ぐらいかな、羽田行きのバージンオーストラリアよりも早く出発するんですよね。ジェットスター国際線の長距離線は787使ってくれてるんで、結構快適だと思いますよ。おそらくね、機内エコノミーもモニターあったはずです。ビジネスはモニターあったんで、今回乗るね、バージンオーストラリア航空に関してはね、機内なんとモニターありません。なので本当にどっちが LCC って感じはするんですけどもね、まあ楽しみですよ。こちらが大阪関西空港行きのジェットスターですね、787。今友達見送りました。関西空港行きは12時25分に出発ですかね。なので僕の乗る便よりもだいたい50分ぐらい早く出発します。では僕はですね、ボーディング開始が12時半とかなんで、割とすぐなんですよね。もうゲートの前の方に移動します。今回なんですけども、ゲート3からの出発になります。 VA77便、東京羽田行き、13時15分定刻出発ですね。下に NH6416 と ANA のコードシェア便も表示されてます。搭乗開始12時半なんで、あとしばらく待機ですね。で、ビジネスクラスなんですけども、合計8席ありまして、今回は1列目の A 席取ってます。で、今のところですね、隣の席空いてるんですよね。まあ、ここ来なければラッキーなんだけども、どうなるかちょっと最後の最後まで分かりません。まあ、今回のビジネスは単通路機、まあ、小型機なんで個室タイプではないんですよね。なので隣おるかおらないかで結構変わってきます。ジェットスターは日本人多かったんですけども、バージンオーストラリア航空日本人一気に数減りますね。なるほど、現地の方っぽい方が多いです。日本人多分この中で2割とかなんじゃないかな。まあ、エコノミークラスでも6万円弱するんで、バージンオーストラリアだとね、ジェットスター半額以下で買えれるということで、まあ、やっぱり今リゾート地なんで値段重視って方も多いのかもしれませんね。まあ、バージンオーストラリアを利用するメリットも最大のメリットと言っていいと思いますけども、まあ、東京の羽田空港につけるってことかな。ジェットスターだと成田なので、まあ、そこの差は結構でかいと思いますけども、羽田か成田の差で、まあ、3万円の価値があるかどうか感じるっていうのはね、まあ、人それぞれだと思います。まもなく搭乗開始だと思うんですけども、この優先搭乗のところですね、下に対象者が書いてるんですが、ビジネスクラスと、あとはバージンオーストラリア航空のステータス会員かなと、エコノミー X 利用する人も優先搭乗できるみたいです。まあ、エコノミー X、 プレミアムエコノミーとまではいかないけども、エコノミーと、まあ、プレエコのちょうど間ぐらいの扱いなのかな。はい、ということで搭乗開始になりました。おそらく隣人来ますね。はい、ということで、まあ相席でも仕方ないね。8席しかビジネスがないんで、すごい新車の香りがするここね。では乗りましょう。
はい、というわけで機内入りました。ビジネスクラスは2プラス2のシート配置で前方2列合計8席あります。でビジネスとエコノミーのところに、ね、壁がないんですよね。なのでもうすぐ2列目の後ろがエコノミークラスといったような感じのシートになります。でシートの上にはあらかじめアメニティキットとクッションが用意されてますね。これらはビジネスだと無料、エコノミーだと有料でアメニティセットとか発売してるみたいです。まあ、こんな感じのシートになります。まあ、今回なんですけども一番前のシートということで、まあ、足元こんな感じで、まあ、そこまで広くないっていうのが正直なところ。もう前が目の前壁ですからね。はい、でよいしょ、ここに入ってますが安全のしおり、はい、こんな感じでボーイング737-8になります。バージンオーストラリア航空ダッシュ800も持ってるみたいで、これ国内線で使われてるんですけども、国内線でもねこの今乗ってるシートっていうのは採用されてるみたいです。これで今回は東京羽田まで8時間ぐらいのフライトということで、まあ、正直結構長いですよね。はい、8時間のフライトをこの座席で行くということになります。写真撮影されてる方も多いですね。多分日本人は僕しかいないと思う、ビジネスクラスはね。ビジネスクラスでもモニターはないんだけども充電器はついてた、このねシートポケットのところにあるんですけども、ちょっと見つけにくいですね。初めて乗るとどこにあるか分かんないかもしれないけど、シートポケットのところにちゃんとコンセントついてます。マルチタイプですね。これは助かります。あとね機内 Wi-Fi とかも使えるみたいで、それでなんか無料のコンテンツとかもね楽しめるみたいです。まあ、モニターがない分ねそういった感じで対応してるといったような感じかな。バックリングワイプリーズ。Thank you. May I take another backpack? Yes, absolutely. Thank you. エコノミークラスの方はだいたい5割ぐらいかな、搭乗率としては結構空いてます。ビジネスは8席満席です。もう多分ほぼ搭乗完了なんじゃないかな。まもなく出発です。日本人の CA さんも乗ってらっしゃいますね。あと自動放送とかも日本語に対応しています。ご搭乗ありがとうございます。お手荷物は前のお座席の下各または頭上の4階にご収納。はい、こんな感じですね。通路および非常口付近にはお手荷物をお置きにならないようお願いいたします。まあ、一応ですね映画のダウンロードとかっていうのは済ませてるんで、まあ、8時間ぐらいのフライトで到着が夜なんで、ここで寝ちゃうとね時差ボケしちゃうんですよね。はい、なので今回は一睡もしない方向で、まあのんびりと動画でも見ながらね行こうかなと思います。8時間なんで映画3本ぐらい見れますからね。はい、今アメニティセット配られてます。機内食のメニュー配られました。ビジネスクラスメニューということでちょっと見てみましょうか。まあ、こんな感じで挨拶が書いてます。はい、こんな感じ。昼食が提供されますね。以下より選択ということで、まあ、いろいろありますけども。おお、日本のお弁当。ご搭乗の皆様こんにちは。本日は東京国際空港羽田行きのバージンオーストラリア航空 BA77 便にご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。ベロシティフリークエントフライヤーの皆様も誠にご搭乗ありがとうございます。機内では映画、テレビ番組、子ども向けのエンターテインメントなどご自身の電子機器で無料の動画配信をお楽しみいただくことができます。ご利用の際バージンオーストラリア航空の Wi-Fi ネットワークにご接続ください。と、まあ、放送であった通りですね。であとこちらもアルコール、ノンアルコールのドリンクのメニューになります。ドアが閉まりボーディングブリッジが外されてます。帝国通り出発できますね。ケアンズはですねフライトの数も少ないので結構早めにね搭乗開始されるんですよね。あ、もうプッシュバックも始まりましたね。帝国より早めに出発です。
アメリカ軍の軍用機が止まってますね。隣のマダムの方は息子さんの家族と旅行してるみたいなんですけども、お一人だけビジネスクラスで、家族はね、皆さんエコノミーに乗ってるみたいです。すごく陽気な方です。動画ね、撮るって言うと全然いいよみたいな感じで言ってくれました。あと寝てたらね、あのトイレ行く時とかは普通にまたいでくれていいよみたいなことも言われました。親切ですね。13時20分、ケアンズ空港を離陸して東京羽田空港に向かいます。滑らかに離陸しましたね。東京羽田に着く頃には夜なので、まあ、時差がね1時間しかないということで、本当旅行しやすいです、オーストラリアに関しては。約8時間のそこそこの長旅が始まります。このままね、すぐに海に出ると思うので、ちょっと動画撮り続けますね。お、見えてきました。グリーン島とか行ったんですけども、グレートバリアリーフめちゃくちゃ綺麗でしたよ。世界自然遺産ですからね、サンゴ礁。まあ、上空からでも海の綺麗さが伝わると思います。Your device in your seat, don't move the seat and just ask the crew for assistance. For your convenience, there are two toilets at the rear of the aircraft, four guests seated in the main cabin. So that everyone has clear access to the toilets, we recommend using them before or after an in-flight service. アメニティセット開封したんですけども、こんな感じですね。ボールペン、ティッシュ、アイマスクとソックス、耳栓が入ってました。あとハンターっていうブランドのものも入ってますね。こちらがビジネスクラスのアメニティです。ちなみにエコノミークラスでもね、水とコーヒーとお茶、これは無料でいただけるみたいです。エコノミーのドリンクに関してはね、それ以外は全て有料です。こちらは免税基準を超えるお買い物をされたお客様、
テーブルに関してはインアームタイプのテーブルですね。両面に広げることもできるんですけども、これタブレットスタンドがついてます。まあ、こうすることによってタブレットを、ね、立てかけて動画見たりできるんですよね。で、一応今 Wi-Fi に接続して機内コンテンツ見てみたんですけども、まあ、映画の種類はね、まあ、めちゃくちゃ多いってわけじゃないけど、それなりに入ってます。アクション映画とかコメディとかね、あとドラマとか日本の映画とかはなかったですね。で、あとはキッズ用のね動画サイトとかってのもあったりするんで、まあ、子供でも楽しめると思います。まあ、これ無料でエコノミーもビジネスも提供してるんでありがたいですね。まあ、これからのトレンドになるかもしれないね。もう自分で端末を用意して Wi-Fi に接続して機内でコンテンツを見るっていうね、モニターはなくなっていく傾向になるのかもしれません。トイレに来たんですけども、一応ね、前方のトイレはビジネスクラス用のトイレになってるみたいです。で、これ見てください、右バイオハザードって書いてますね。ちょっとドキッとしたんですけどもね。はい、トイレはまあ737なんで全然広くないです。結構狭めのトイレ、まあ、特にトイレの中にアメニティがあるとかそういったことはありませんね。ベビーチェアも一応ついてます。で、ウォシュレットとかそういったのはついてません。はい、こんな感じの、まあ、小型機特有の感じのトイレって感じですね。離陸して割とすぐに機内食オーダー聞かれました。今回なんですけども日本食をね選択しています。で、これ足元なんですけどもね、レッグレストと足置きがついてるんで、これ結構助かりますね。割と快適です。まあ、リクライニングはねそこまで倒れないんですけども、まあ寝るフライトではないので個人的には満足かな。ちなみに東京羽田からケアンズに行くフライトに関しては、ケアンズ行きに関しては夜便なんで、正直寝ないといけないフライトになるんですよね。逆に言うとそれでね、ちょっとビジネスでフラットにならないというのは、まあ、残念かもしれないですね。少なくともケアンズから羽田行きに関しては中高便なんで、個人的にはこのシートでも全然問題ありません。まあ、ANA とかの国内線のプレミアムクラスシートと同じような感じですかね。早速ですけども、まずはドリンクからの提供です。今回バルタービールをねお願いしました。あとはナッツですね。ナッツは冷たいです。はい、日本のビールもあるんですけども、もう今から日本買えるんで、わざわざ日本のビールを注文しなくてもいいかなということで、今回はこっちの現地のビールにしています。機内食が提供されました。今回なんですけども和食、日本のお弁当を選択しました。まあ、こんな感じで本当にお弁当ですよね。で、これ米なんですけども、東南アジアとかで食べる感じの米で、まあ正直普通でした。もうちょっとね量欲しかったですね、米は。で、チキンの照り焼きに関しては非常に美味しかったですね。あとはかぼちゃの煮込みとナスになります。で、漬物も入ってました。味噌汁はねおそらくインスタントだと思うんですけども、まあ十分美味しかったですよ。で、飲み物なんですけども、グリーンティーですね、日本の緑茶いただきました。まあ、量はかなり少ないですけども、まあ、チキンの照り焼きはね非常に美味しかったんで、まあ、個人的には満足です。デザートが提供されました。ブルーベリーケーキか抹茶のケーキだったんで、今回はですね、まあ、せっかくなんで抹茶のケーキお願いしました。で、食後のコーヒーですね。今回はノーシュガーでミルクだけ入れてもらってます。バージンオーストラリア航空なんですけども、 CA さんの接客とかはねめちゃくちゃいいですよ。すごく優しい方ばっかりです。ケアンズ空港を離陸してだいたい3時間ぐらい経ちました。今ねダウンロードしてた映画1本見終わったんですけども、あとまだね4時間半ぐらいフライト時間としてはありますね。まあ、機内はかなりまったりとしたような感じです。若干ね揺れが激しくなってきましたけども、まあ全然快適ですね。まあ、おそらくね今現在太平洋の上空を飛行していると思うんですが、まあ、グアムの上空とかをね通過して、
日本列島に向かいます。で、今回なんですけどもね、このバージンオーストラリア航空に関してはホームページから日本線に関して購入することできないんですよね。なので今回はスカイスキャナーで調べてトリップドットコム経由で買いました。まあ、今後多分ねバージンオーストラリア航空の公式サイトとかでも買えるようになると思うんだけども、今回なぜかね買うことできませんでした。なので、この路線利用する際は、スカイスキャナーとかで調べてそのままトリップドットコムとかですね、旅行会社を経由して買うことになります。トリップドットコムとかに関しては普通にね、日本の会社とかですし全然安心して買うことができるんで全く問題はないんですけどもね、そんな感じになってます。ケアンズを離陸してからだいたい5時間半ぐらいが経ちました。もう太陽もだいぶ傾いてきてますが、あとね2時間ぐらいで東京に到着です。今日本の時間で17時50分なんで、まもなく暗くなるんじゃないかな。映画とかをね自分で用意してそれ見てるとあっという間ですね、時間なんて。着陸前にもう一回機内食の提供があると思うので、もうしばらく待機ですね。まもなく太陽が沈もうとしています。この時間帯のフライトっていうのもなかなかいいですね。で、今ね機内食聞かれたんで今回は餃子の方を選択しました。和食ではないと思うんですけどもね、どっちかというと和ですね。着陸前の機内食がこちらになります。今回なんですけども焼き豚の餃子、機内で餃子食べるの初めてかもしれないですね。めっちゃいい匂いする、美味しそうです。で、あとはハンドメイドのキャロットケーキとチョコレートですかね。で、ドリンクなんですけどもレモネードの方ね、オーダーしました。あ、いいじゃんいいじゃん、なかなかね、軽食ですけども非常に美味しそうです。2回目の機内食も食べ終えてもうあと1時間ぐらいで東京羽田空港に着陸します。隣のマダムの方ね、ものすごく金持ちの方でした。いろいろ聞いててびっくりしたんですけども、今回はですね4日間だけ日本に滞在するみたいなんですけどもね、すごいな。今回は4日ということで東京だけですけども、年に何回もね日本には来てるみたいです。いやー、こういうなんていうの、個室タイプじゃないビジネスクラスとかだとたまにねとんでもない人がね隣に乗ってきたりすることがあって、個室タイプとかだったらね、隣の人としてね喋ったりすることってのはないと思うんですけども、隣あって座ってるんでね結構会話するんですよ。僕結構人と喋るの好きなんで、この前ね、なんかの航空会社乗った時もね、すんごい人だったね、隣。あれ、どこだったっけ？ちょっと思い出せないな。あ、そうそう、エバー航空だ。エバー航空で仙台から台北に飛んだ時、ね、あったと思うんですけども、あの時もね、周りの家族ね、全員グループで、すごい大金持ちの家族でしたね。いや、面白いね、こういうのはこういうのでね。はい、そんなこと言ってるうちに、もう日も沈みまして、そろそろね、着陸準備に入ると思います。はい、ということで着陸態勢に入りました。機内の Wi-Fi に接続してもフライトマップとか見れないんですよね。映画とかしか見れないので今どこ飛んでるのか全然わかりません。時間だけでね、なんとなく判断しないといけないですね。まもなく東京羽田空港に着陸です。東京とか関東一円の夜景が見えてきました。もうあと10分もしないうちに羽田空港に着陸と思います。1週間ぶりに日本に帰国です。今回はですねまだ決めてないんだけども、日本に4日か5日ぐらい滞在しようかなと思ってて、天気がね毎日いいことを願いますけども、暑いですからね日本、湿度がすごく高くて。
さすが関東、東京、首都圏ですね。もう夜景が綺麗すぎる。大都会だわ。もう世界中の、ね、大都市行ってきましたけども、やっぱ東京はすごいよ。おお、いいね。旅の最後にこんなに絶景を見れて幸せです。エアーズロックやグレートバリアリーフといった自然の絶景っていうのも大好きですけども、こういう人工的な美しさっていうのもいいですよね。The time here is 3 minutes past 8. For everyone's safety, please keep your seatbelt fastened. And the aisle exits clear until the seatbelt sign is switched off. 本日はバージンオーストラリア航空をご利用いただきまして誠にありがとうございました。乗務員一同、お礼申し上げますとともに、皆様のまずのご搭乗を心よりお待ちしております。この先もどうぞお気をつけてお帰りくださいませ。はい、ということで、お気の目ではなかったですね。よかった。ボーディングブリッジにつけられます。隣には JAL がいますね、787。はい、ということで、降機していきます。というわけで、飛行機降機しました。今回149番ゲートだったんで、一番端っこの方ですかね。飛行機ここから見ることできません。まあケアンズでしっかり撮ったんでいいでしょうか。ああ、日本の匂いだ。ではこのまま日本に入国します。はい、ということでですね、日本入国いたしました。税関も通ってきました。飛行機降りて10分でね、もうこの3階の出発フロアまで来ることができています。羽田空港この時間帯も全然空いてましたね。まあ、日本人自動化ゲート使えるんで、そもそも入国にもね、出国にもあんま時間かかんないんですけどもね。こんな感じで羽田空港、これから出国する人めちゃくちゃ多いですね。 ANA のカウンター、奥ターキッシュのカウンター、さらにその奥シンガポール航空のカウンターが続くんですけども、今から海外に行かれる方、もうこれからね、夏のシーズン、夏休みですからね、日本人の方も今年からはね、本格的に海外旅行っていうのもどんどん再開していく方多いんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回なんですけどもね、バージンオーストラリア航空使いまして、ケアンズから羽田までビジネスクラスで帰国しましたけども、まあ、感想としては中高便だったのでフルフラットにならないシートでも全然良かったと思います。ただこれね、折り返しの便が夜行便になるんですよね。夜に出発して早朝にケアンズ到着ってなるんで、それでね、ビジネスクラスでフラットにならないっていうのはちょっときついかなというふうに思います。ただケアンズに関してはこのバージンオーストラリア航空もしくはジェットスターしか飛んでないんですよね。で、 ANA とか JAL でカンタス航空っていうのはビジネスクラスだとフルフラットシートっていうのを導入してるんですが、料金結構高いです。まあ、片道普通に30万とかするんですよね。まあ、今回バージンオーストラリア航空大体16万円ぐらいだったんで、まあ、倍ぐらいの料金するんですけども、あっちはフルフラットで、シドニーとかメルボルンとかブリスベンとかね、そっち方面に飛んでるんで、まあ、バージンオーストラリア航空のライバルはジェットスターのビジネスクラスになるんじゃないかなと思います。ジェットスターのビジネスだったら約半分の値段で利用できて、ほとんどシートスペック的には変わりません。787で、割とちゃんとした、ね、ビジネスクラスシート使ってるんで。なので、まあ、今後ですね、まあ、ケアンズ、ね、東京からジェットスターとバージンオーストラリア航空2つの会社があるということで、値段の、ね、まあ、価格競争みたいなのが行われたら、無理をしやすいんじゃないかなというふうには思いました。はい、まあ、そんな感じで、まあ、料金も、ね、ビジネスにしては16万なんでそんな高くないんで、まあ、気軽に乗れるかなというふうに思うんですけども、まあ、初めてビジネスクラス乗るっていう、ね、ウキウキした状態で乗ると、まあ、ちょっと、ね、がっかりするかもしれませんね。はい、ただあのバージンオーストラリア航空の、ね、CA さんの接客とかは、ね、めちゃくちゃ良かったです。すごく気使ってくれてね、なんか映画とか見てると飲み物どうですかとか聞いてくれたり、まあ、途中お菓子とかも無料で、ね、配ってくれてたりしたんで、その辺は、ね、非常に良かったんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけでですね、今回バージンオーストラリア航空ボーイング 737MAX8 ですね、昨日から飛び出した新しい機材のビジネスクラスのレビューでした。皆さんもですね、ケアンズはマジでいい街なんで、あの海外旅行初心者の方にもね、おすすめできるそんなところでした。なのでもしケアンズ行く際はね、東京羽田空港から直行便で行くことができるバージンオーストラリア航空使ってみてください。
はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。